こんにちは。病院薬剤師、ダマさんです。今回は、非正規公務員の罠と題してお話ししたいと思います。先日私はこんなツイートをしました。非正規公務員の話。公務員は公務員。待遇は正規と同等。正規雇用への道。 という点は魅力なのかもしれないしかし運よく正規雇用されても同一労働同一賃金なので今以上に給料上がらないという落とし穴結局は手のいいコストカットなのかな一方池谷さんは公務員の響きに騙されるなとおっしゃっています非正規公務員は貧乏人確定 非正規の手取りは、11から16万円なのだそうです。公務員という名前はつきますが、結局のところコストカットなのかもしれません。また、来年度より、同一賃金、同一労働の制度が始まりますが、これは正規公務員の特権が廃止されるわけです。正規公務員と、 非正規公務員の待遇が同じになりますがこのことが公務員イコール安泰の時代というわけではなくむしろ終焉だと考えられます。給料はは今以上には上にがらないでしょう一方「しまくら丼」は「副業をしない人は増えません」と言っています。 同一労働同一賃金の勘違い正規の給料が下がるだけのことだそうですなぜならば単純労働に正規も非正規もないからよって今こそ副業を始めるべきと主張されていますやらなければ増えなくなるだけ最後に 私からのメッセージです。神話崩壊は公務員も例外ではなかったということです。学校に通ってまで公務員を目指すという具を犯すべきではありません。むしろローコスト企業で何度も挑戦、何度も失敗し、PDCA サイクルを回した方がよほど成功に近づけるでしょう。 実は私は薬局長の先生方にリタイア後の起業を勧めています具体的にはクラウド型医薬品集フォーミュラリーで起業しようと勧めているのです詳しくはこのブログで全ノウハウを公開中ですので興味のある方はぜひご覧になってください 今回のお話は以上なのですが、この動画ではこんな風に複数の YouTube の匠の動画をもとに企業を目指す薬局長の先生方に向けて役立つ情報を配信してまいります。今回のネタ元動画はこちらよりご覧いただけます。また私自身も YouTube、Twitter をしておりますので、 よければご覧いただきチャンネル登録フォローをお願いします。今回は最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。